人体は再生する。その希望が人々に生きる力を与えた。その女性は幼い時からあまり背が伸びない病気だった。しかしある治療で足を20センチ長くした。そして全く新しい人生を手に入れた。アヒルの子から白鳥に生まれ変わりたかったの。それはとても過酷な治療。のみで骨を折り、隙間を広げ、再生を待つ。つまり人為的な骨折。苦痛に耐えながら治療に夢をかける子供たち。人体は驚くべき再生力を持っていた。今失われた肉体の機能を取り戻すための研究が日々進んでいる。人体再生、そこにある様々なドラマ。一家の主婦を襲った突然の悲劇、それは思いもよらぬ事故によるものだった。しっかりしてください。ヒロコ、夫は思い余ってとかって、そっちの方さ、やっぱり考えるよね、そんな彼女を救った先端テクノロジー。この機械の手でちゃんと物を持てるんだ、掴めるんだ。その義手は彼女の脳にも思わぬ変化をもたらした。それは一体。2歳の少女が受けた最先端の手術。頭に穴を開け、正常な遺伝子を入れた。脳が壊れていく病、少女は死を宣告されていた。その命の戦いを支えたのは兄だった。果たして妹の運命は変えることができるのか。暗闇の中で生死の境をさまよう一人の男、歌舞伎俳優市川團十郎。その病とは白血病。なんか何にも悪いことしてないのになんでって随分私の中では。彼は最先端の移植療法に挑んだ。それは命を懸けた戦い。人間が受けることができる最大限のまで抗がん剤の量を上げます。苦しみに耐えた市川團十郎を支えたものとは。先端医療が開いた人体再生への道。命の不思議と家族の愛が人生の輝きを取り戻させた物語。人体再生ロマンスペシャル、もう一度抱きしめたい。人体は再生する。その希望が人々に生きる力を与えた。ヒロさん、はい、今回この人体再生ロマンスペシャルも3回目を迎えました。今度は一体どんな最先端医療が人々の失われたものを取り戻すのか、私も期待でいっぱいです。はい、実はですね、今回は歌舞伎俳優の市川團十郎さんが普段だったら絶対に見せることのないご家族が撮った闘病中の貴重なホームビデオをこの番組のために公開してくださったんですよ。
これも本当にものすごく貴重な映像ですよね。そうですね。同じ病に苦しんでいる方たちに少しでも勇気を与えることができたら、その思いからでした。ご覧ください。いろんなこと考えさせられる、ね、VTR ですよね。なんか人生って不思議なもんでね、本当に大事な時、自分が一番忙しい時、ここがここぞっていう時に限っていろんなことが起きてくるじゃないですか、うん、奥様もおっしゃってましたよね、うん、なぜ俺ばっかり、なぜ私だけこんな思いするの、こんなに辛いのって思いがちですけど、あの團十郎さんでさえこんな戦いをしていたんだから自分も頑張らなきゃって思えるんじゃないかな。僕なんかとってもそう思ったな。本当にでも市川團十郎さんは強い方ですね。そうですね。さて続いての VTR は、私たちの体、人体がまさに自ら再生していく力を持っていることを示した驚くべき治療法の物語です。骨を貫き固定したステンレスの筋、これこそが人体再生、人間の骨を伸ばすことを可能にしたものだった。ロシア連邦シベリアの西の外れ、東西冷戦時代には軍需工場が集中していた町がある。その町にひときわ大きくそびえ立つ建物、総ベッド数810という世界最大級の整形外科専門病院だ。病院内には皆一様にあの器具をつけた患者たち、複雑な骨折を治したり骨の奇形や低身長症に悩む人々が手や足の骨を伸ばす治療を受けている。原理的には骨は無限に伸ばすことが可能です。器具の取り付け手術、硬いワイヤーで骨を差し貫いて器具を固定する。そしてノミとハンマーを使い骨を切断する。つまり人為的な骨折。この治療法で全く新しい人生を手に入れた女性がいる。彼女に一体何が起きたのか。イリーナ・ロボバさん、23歳、モスクワ近郊の町で国立大学に通っている。4年前骨を伸ばす治療で足を20センチも伸ばした。かつてのイリーナさんの映像が残っている。同級生と比べて極端に背が低い。軟骨無形成症という病気で身長は125センチだった。骨を伸ばす治療で足を20センチ長くした女性。アヒルの子から白鳥に生まれ変わりたかったの。ノミとハンマーで人為的に骨折させる驚異の治療法。隙間を広げ骨の再生を待つ。どんな激痛に耐えてでも彼女が手にしたかったものとは。人体再生ロマンスペシャル、引き続きご覧ください。骨を伸ばす治療で足を20センチ長くしたイリーナさん。親元を離れて一人暮らしができるようになったのも治療のおかげだ。
自炊をしたくても以前はキッチンに背が届かなかった。以前の私はとにかくみんなと同じになることばかりを願っていました。中学生の頃の写真、すらりと背の高い同級生たちの中で精一杯足を組むイリーナさん。学校生活は苦い思い出に満ちていた。誰かこの問題が解ける人？はい、ジェーニャ君。いくら手を挙げてもイリーナさんが指名されることはなかった。その理由はただ一つ。彼女が黒板の問題に手が届かなかったから。こんな目に遭ったことも。他のクラスの生徒がわざわざ教室にやってきてイリーナさんの歩き方の真似をする。自分の格好見たことあるの？ここはあんたなんかが来るところじゃないのよ。耐え難い日常的ないじめ。侮辱されてとても悔しかった。仕返ししてやりたいと思いました。イリーナさんの故郷はモスクワから遠く2000キロ離れた小さな村。ここには今も両親と妹が暮らしている。家族にとっても治療前の思い出は辛いことばかりだった。学校に通ってた頃、娘はいじめられて、もう学校に行きたくないと言い出しました。それを聞いて私は辛くて毎晩泣いていました。あの子には気づかれないようにしたけどね。イリーナさんが生まれたのは1984年。若い夫婦にとって待望の長女だった。しかしその成長は他の子とは違っていた。3歳の時に軟骨無形成症だと分かった。私は藁をもつかむ思いで治療法を探しました。通常人間の骨格の成長は骨の端にある筋状の骨端線の働きによって進む。成長期になると骨を伸ばせという信号がやってきて、ここから骨の組織が伸びていく。しかし軟骨無形成症になると骨端線がその信号をうまく認識できなくなり、骨が成長しないままとなる。ただしこの症状は筋肉や腱など周りの組織は成長しているので、骨さえ伸ばせれば普通の人と同じ状態になるのだ。イリーナさんが治療を受けたイリザロフセンター。現在ここには低身長症専門の病棟があり、常に80人程度の患者が入院している。みんなイリーナさんと同じように手や足の骨を伸ばす治療を受けている。この治療は人間の骨が持つ再生力を応用したものです。このユニークな治療法を開発したのは外科医イリザロフ博士。それは全く偶然の産物だった。かねてから博士は外部から骨を固定し強く押し付ける骨折治療法に取り組んでいた。そんなある時、患者が誤ってネジを緩め
逆に隙間を開けてしまった。ところが骨は強い再生力でその隙間を埋めていた。驚いた博士はその再生力を治療に生かそうと考えたのだ。治療は伸ばしたい骨を医師が切断する。そしてあらかじめ固定しておいた器具の調整ネジで1日1ミリずつ骨と骨の間を広げていく。すると人間の体は失われた骨を再生しようと隙間に新しい骨を作る。そのまま固定しておくと新しい骨は次第に密度が増していき本来の骨と同じになるという。実際の治療過程を記録したレントゲン写真。この患者は一つの骨が2箇所で切断された。そして1日1ミリずつ隙間が広げられていき8週間後には合計10センチ分の隙間が作られた。この状態で固定しさらに2ヶ月が経過すると隙間を骨の組織が埋め尽くしていく。人間の骨は自然の状態の場合15年から18年ほどかけて成長しますが、その過程をこの器具を使うことで4ヶ月から6ヶ月に縮めることができるのです。入院患者の一人アレキサンダー君、4ヶ月前右のすねを手術し器具を取り付けた。9センチ伸びた状態で固定しているところだ。治療前の彼、両足の長さは30センチだった。前回の入院で右の太ももと左のすねを伸ばし、今回は右のすねを伸ばしている。次は左のももを伸ばして同じ長さにする。その手術が迫っていた。翌日、アレキサンダー君が手術室へと運び込まれた。物々しい金具、これが太ももに取り付けられる。麻酔は全身麻酔、そうでなければ到底耐えられない。手術開始。大腿骨の両端に印をつける。大切な骨端線を傷つけないようにするためだ。骨を貫通させるワイヤー、先端がキリのように鋭く尖っている。あくまで骨の中心を貫通させなければならない。角度を変えて差し貫かれるワイヤーは合わせて4本。それをリングに固定する。1時間後、4つのリングが取り付けられた。ここで登場するのが医療用のノミとハンマー。
リングの隙間から皮膚を切開し、のみを差し込んで骨を切断するのだ。骨が切れた音。完全に折れている。この手術で最も怖いのが感染症。骨そのものがばい菌に侵されないように消毒は入念に行われる。およそ2時間の手術だった。確認のために撮られたレントゲン写真。左大腿骨の端2箇所で骨は切断されている。手術から4時間後、アレキサンダー君は目を覚ましていた。麻酔が切れるとともに激痛が襲ってくる。氷嚢を使って冷やす。ちょっとポコすんだ、バカ。痛くてじっとしていられないのだ。手術後、ある程度動かせるようになるとリハビリが始まる。患者たちはたとえ痛みがあっても運動を続けなければならないのだ。人間の手足はもともと負荷をかけられるようにできています。負荷をかけることで骨の成長が早まるのです。骨を伸ばす治療法、イリザルフ法でやれることは医師が3割、患者が7割と言われている。みんな痛みをこらえながら戦い続けているのだ。イリーナさんもその戦いを過去2回に分けて行ってきた。最初は右の太ももと左のすね。それは想像を絶する苦痛を伴った。両足に器具をつけるととても辛かったです。たくさん歩くと夜眠れないから、あまり足に負担をかけないように注意しました。そうすると先生がもっと歩かなくちゃダメだと言うんです。苦しむ彼女を見ながら家族もまた苦しんだ。つくづく自分の無力さを感じました。親の私にはあの子のことを励ましたりさすってあげることぐらいしかしてやれることはなかったんです。イリーナさんにはどんな苦痛を味わってでも実現したい夢があった。それは中学時代の悲しい体験が生んだ夢だった。転校生の男子に夢中になったの。でも彼は私を恋愛対象としては見てくれなかった。周りの女の子たちはみんな綺麗になっていくのに、私だけが成長もしないで背が低いまま。さすがに辛かったわ。美しくなりたかった。アヒルの子から白鳥に生まれ変わりたかったの。9ヶ月間に及ぶ入院でイリーナさんは右のももが9センチ、左すねが10センチ伸びて一時退院を果たした。
手術から一夜明けたアレキサンダー君。無事すぎて、やったからこちらさえどうぞ。ダブタプション。バイヤハリ。患者にしかわからない手術後の痛み。そんなアレキサンダー君のもとを訪ねようとしている一人の少女がいた。同じ苦しみを共有する治療仲間、キシーニアちゃん。訪問の目的はこの病棟の素敵な習慣のため。手術を終えた患者に他の患者がチョコレートをプレゼントするのだ。さっきまであんなに痛がっていたのに、この笑顔。辛い治療に立ち向かう患者たちは互いに励まし合っている。ここに来る患者たちは社会では差別されたり侮辱を受けたりした経験を持っています。でもここに来たら、そういう辛さも治療の痛みも誰もが同じだから分かり合えるんです。この日、器具を外す手術を受けるという患者がいた。僕の足は延長じゃなくてまっすぐにしたんだ。ダビッド君の足は生まれつき極端に曲がっていた。一体どうやって治したのだろう。足の変形に悩むダビッド君もまたイリザロフ法に望みをかけた。彼のような変形の場合、3箇所ほど骨を切り、器具を取り付ける。そして内側だけを少しずつ伸ばしていく。すると新しい骨は隙間を埋めるようにできるため、足全体がまっすぐになるのだ。ダビッド君の器具を取り外す手術が始まった。まず骨を貫通しているすべてのワイヤーを切断する。そして周りの金具を取り除く。最後に残ったワイヤーを一本一本引き抜く。手術はわずか15分。ダビッド君の足は矯正された。最初の治療から1年後、2回目の手術を受けようとした時、イリーナさんにはある問題が起きていた。前回治療した骨が成長とともに曲がり始めていたのだ。それは幼い時からの傾向だった。治すためには前回切断した骨も再び切らなければならない。今治すか、伸ばす治療が終わってから治すかと聞かれました。どうせやらなくちゃいけないなら一緒にやった方がいいと思ったんです。決断したイリーナさんは器具を両足の4箇所に取り付けるという大掛かりな治療を受けることになった。
イリーナはとても強いと思います。両足につけたたくさんの器具によく耐えました。他の患者のお手本ですよ。血の滲むようなリハビリも必死で耐え抜いたイリーナさん。彼女は2回の治療で体だけでなくその心も大きく成長させた。そして今完全に治った両足をカメラの前に披露してくれた。今はこうやって曲げられるようになりました。かかとがお尻には届かないけどね。しゃがむこともできるのよ。最初はこっちのすね、この辺につけられていました。こことここでしょ。茶色のところはコブになっちゃった。あとここも。その後はこことここ。太ももの傷ははっきり残っています。両足に残る無数の傷跡、これこそはイリーナさんが自らの意思で人生を変えるために戦ってきたことの証。イリーナの努力にはみんなびっくりしました。他の患者のお手本だと聞いてとっても嬉しくなりました。イリーナは痛みに耐え抜いたんです。とても頑張りました。私はあの子を誇りに思っています。イリーナさんは今かつてはできなかった夢を一つ一つ叶えている。つい最近運転免許を取得した。今日は友達の車を借りて初めて街中を運転する。アクセルやクラッチに足が届く。そんな何気ないことの一つ一つが喜び。モスクワから列車で5時間のサンクトペテルブルクにイリーナさんが叶えたもう一つの夢があった。1ヶ月ぶりに会う恋人のルスランさん。2人はもう2年間遠距離恋愛を続けてきた。この治療を受けたことで私は劣等感から解放されました。今は自分に 100% の自信が持てます。私は変わったんです。船越さんは骨折されたことってありますか？ありますよ。僕骨折プロです。プロなんですか？足も2度ほど骨折しましたし、肋骨に至ってはもう4回計十数本折ってますね。痛いですよ。そうですよ、ね、ありますか？折ったこと。いや、骨折の経験がないので。痛いなんてもんじゃない。震えも来るしね、なんか意識がスーッと遠くへ行くほど痛いんですよ。だからもう痛みを知ってるだけにね、あの子たちが本当にあんなちっちゃい子たちがね、あの痛みに耐えてるっていうのはもうすごいことだなと思いますよ、アレキサンダー君にチョコレート届けてあげた女の子が来た途端に、彼がさっきまでわーわーってこうだだこねてたのが、ケロッと痛くないよって言ったところがすごく可愛いなというか。でもそういうもんなんですよね。一人だったらくじけちゃうかもしれない。でも周りに仲間がいれば頑張れる。